氷河は掃除球での戦いの最中、ジェミニのアナザーディメンションにより異次元へと飛ばされてしまう。しかしシュンがジェミニを倒したことにより異次元から抜け出ることに成功する。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。その人物こそアクエリアスのゴールドセイントカミューであった。アクエリアスのカミュー、なぜあなたが天秤球に？あなたは欧米球を守っているはずでは。そうだ、本来なら五老法の老師が預かるこの天秤球だが、老師は長い間ロザンを動かない。いわばここは無人の球。その無人の球になぜあなたが？氷河、それはお前をここで食い止めるためだ。どうした氷河、なぜ剣を打ってこない？進むためには私を倒さなければならないのだからな。できません。死であるあなたに剣を向けることはできない。甘いぞ氷河、その甘さがある限り私には勝てん。おとなしく引き返すのだ。氷河よ、私がこの無人の天秤球まで降りてきたのはお前を力ずくでも止めるためだ。それでも進むというのならこの私を倒さねばならないのだからな。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど、この氷河にはできない。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマが遠ざかっていくのか分かる。マーマの船が沈んでいく、海底の一番深いところへ。あそこに落ちてしまったらもう誰も近づくことはできない。マーマ、マーマ、何も持たないこの氷河にとって唯一残された大切なものだったのに、それをなぜ？黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。それが悔しければかかってくるのだ。いくらあなたであっても許せない。たとえ誰であろうと、これからマーマを奪う権利はない。やっと決心がついたか氷河。ダイヤモンドダスト、ほれダイヤモンドダスト、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 オーラサンダーアタック。どうしたんだ氷河、逃げ回るな。ダイヤモンドダッシュ、おれ、ダイヤモンドダッシュ、それだけか。ダイヤモンドダスト、オーロラサンダーアタック、
駄なことだ。高速の動きをする相手に俺の剣はただすり抜けられない。いいか、お前がセブンセンシズを体得しない限りお前に勝利はありえない。その稚拙な考えを捨てるのだ。我が主神よ、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、オーロラサンダーアタック、オーロラサンダー。やはりお前には無理だ。氷河、立ち上がるのです。ダイヤモンド、オーロラサンダー、アタック、発動よ、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真の戦意との持つべき究極のコスモとは遠くかけ離れたものだ。発動よ、シュッシュッハッデル、終わりにしてやろう。
この先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやる。何？両腕のパーツが水亀の形に。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな、ヒョウガー！シリー、セイヤ、お前も感じたか？ああ、ヒョウガのコスモが一瞬大きく弾けて、その後、完全に消えてしまった。まさか、ヒョウガの命が燃え尽きた！許せ、ヒョンナよ。お前がこれ以上進んでいったとしても、必ずや他のゴールドセイントによって倒されていただろう。だが、他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき、私の手で葬ってやりたかった。ヒョンナ、最後にお前の手に、棺を用意し、その氷の棺はいかなることがあっても溶け、お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠にさらばだ、ヒョウガよ。